はい、前回に引き続き竹内あゆみちゃんです。パターが今年の秋口のプロテストに向けてちょっと課題だよねという話があったので、パターのチェックをやってみたいと思います。通常50球でテストやったりするんですけど、今日ちょっと時間の問題もあって20球でまずレールをしっかり20球通すという傾向をチェックして、その後に3パットラボでストロークチェックしたいと思います。はい、じゃあちょっとやってみましょう、はい、僕はこのレールがおすすめです。このレール、これ難しいイメージですね。そう、これ一番難しいレールね。はい、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 100球目、あと2球はい、はい、今とりあえず10球終了、あと10球いきます、はい、腰疲れた？いや大丈夫です。大丈夫。いやもうなんか恥ずかしいいいです、いいんです。いや本当にパター本当に思います、課題だなって。15球目終了、はい、いや本当なんか恥ずかしいですこれね、並大抵の狭さではないということです、まずで、このレールが。いや、このレール本当に難しいですよね。はい、OK、20球終了じゃあ続いてですね、これを評価する前にサムパッドラボでストロークの今度チェックをしたいと思います、はい、はい、次10球目、はい、OK、はい、はい、はい、よし、じゃあ見よっかな、はい、まあ、20球テストの結果読み上げると、はい、入った、はい、右、入った、入った、右、はい、右、左、右、入った、左で10球終わり、次、右、左、右、右、右5連続入ったという傾向でしたね、はい。最後5連続もあるんで、入り出してからの集中力っていうのもあるんだけれども、迷い出したらいろんなミスが出ると。そうですね。で、今このミスの傾向の中では右が起点にはなってますよね。最初右が多くて途中から左が出てきて、よくパターのミスで右に外しやすいんですっていう人も、実は左にも外れます。右ばっかりに外れてるわけがないから、こうやってばらつき、右のミスが起点だったにしてもそのばらつきをチェックするという、そういう考え方が大事ですね。で、サンパッドラボの場合は結構安定した環境というか、あえて線があるマットにすら打ってるので、根本的にある自分の癖というのが色濃く出ます、はい、技術的傾向 73.4%、 これはだから結構なんていうのかな、ちょっと低めかもしれないね、はい、
でタイミング 81.8%、 再現性 87.7% で総合評価は 82.7、 ここの総合評価は80点超えてればプロ級ということが当然言えるんでね、全然この数値はいいと思います。ただこの中で一番点数が欠けてるのは技術的傾向、要はまさに技術の何かの問題がある傾向を持ってるのかもしれないですね。じゃあ見てみましょう。アドレスのフェース向き 0.2 度クローズ、これはほとんどまっすぐだね、ほぼ完璧と言っていい。なんかヘッド大きいのにしてからまっすぐ構えれるようになった気がします。前ちょっとフェース大きいのじゃないやつ使ってたんで、うん、その時はすごいなんか分かんなかったんですけど、今はだいたいまっすぐ構えられてる気がする、うんうん、はい、すごいよ。 0.2 度っていうのはね、ほとんどまっすぐっていうことです。だから全然問題ない。でフェースの変化、要はアドレスとインパクトの変化なんだよね。だから 0.2 度インパクトに向かって開く変化があるということなんで、うん、はい、これは当然ながらインパクトはアドレスの時 0.2 度クローズで、インパクトの時 0.2 度変化するんだから、インパクトの時には当然ながらゼロということになりますね。要は当たった瞬間はまっすぐ、完璧にまっすぐに当たっているということが言えます。ただし軌道がすごいとこれすごいですね。 4.4 度カットバキュンってね。で当然このだけを見るとこのボールの打ち出しに関して 80% はね、だいたいフェース向きの方に出るので、軌道が 4.4 度カットであろうともそこだけではないと。ただこの傾向だけを見れば当然左に打ち出てるということでしょうね、このデータだけを素直に見れば。そうですね、ボールディレクション、ボールの方向は 0.7 度左に出てますということです。だからこの20球テストで右に最初に出てたのはカット軌道は多分あるんでしょうから、フェース向きがちょっと開いてそれを右に逃がしてるっていう可能性はありますよね。結構カットだねそうですね、こう見たらインサイドから来てんのないですね、全部カットですね。10球連続カット、うん、ですね、うん、こういう自覚はある？全然なかったです。びっくりするぐらいなかった。あ、びっくりするぐらいなかった。でももしね、自分でパターとかこそ動きが小さいから、はい、意外とこう修正できるからね、はい、そのショットとかの方が意外と動きを変えるっていうのは難しくて、このパターの癖は多分こう、あ、今自分がカットに入ってるっていう事実を、はい、受け止めて、はい、1ヶ月も練習しないうちにこれ大きく変化する可能性があります、はい、しかも違和感もなくね、はい。でインパクトのスポットということで、これも遠側の上で当ててます、うん、結構こう昔はですね、あの地面ギリギリをストロークするみたいなのがいいっていうふうに言われてた時代もあってね、例えばコイン2個積み重ねて上のコインをカチッて叩くみたいにって言われてた時代もあるんですけど、そうするとフェースの上の方に意外と当たりすぎてしまいます。で今あゆみちゃんが当たってるところは結構芯の位置よりも上側です。ただここに当たっても別にね、すごいミスになるっていうわけじゃないんだけれども、ちょっと上すぎるかなという気がしますね。そうですね、確かに。アッパーブロー量ですね、ライズアットインパクト、どれだけアッパーブローで当たってるのかということに関しては 0.8 度アッパーで打ってますと。だから要は結構なカット軌道だけど一応アッパーで打ってる、はい、カットで上からではない、なんか面白いですね、うん、ちょっとこうカット方向でアッパーでは打ってるよということですね、はいはい。でシャフトアングルに関しては 0.6 度アドロフトということは、シャフトアングルは 0.6 度後方でやってます。だからハンドファーストでは構えていないということです。あ、構えてないんですか。結構意識してハンドファーストしてたんですけど、うん、構えてないんだ。構えてない構えてない。でもちろん今のね、こう最初に測定した、はい、設定したところが完璧に今垂直だったかどうかもっと検証しなきゃいけないけど、あ、はいはい、まあ、大体まっすぐだったと思うんですよね、はいはい、その最初の設定したところよりも 0.6 度後方に倒れてるっていうことです。なので、もし仮にパターロフト3度だとするでしょ、はい、3度だとすると、うん、インパクトの時のロフトっていうのは 0.6 度後方に倒れてるわけですから 3.6 度ついてるということだよね、はい、だから今一応データ上はボールはポンと打ったらちょっと上方向に3度上に打ち出し角が3度あったと。あ、なるほど、はい、これはね、別に全てが悪いっていうわけじゃないんだけど、はい、3度上に打ち出た。一般的にね、いい回転のボールっていうともうちょっと打ち出しは地面に対して低く滑るようにね、出てくっていうのがいいと思います。で、フェースローテーションという項目です。インパクトに対して前後10センチですね、入ってくるとき、はい、うん、手前10センチからボールまで 1.4 度クロージングして当たって、でそして当たった後には 1.0 度クロージングしていくということで、それほどひどい非対称じゃないけど、当たった後のローテーション量が落ちてるでしょ。
これは言ってみれば左サイドに引っ掛けを警戒しているとも言えます。はい、だって当然こうスライスだと打ってやるじゃないですか、はい、だからフォロースルーのローテーション量が減るっていう傾向は、うん、その気にしているのは左サイドに引っ掛けだよね、うん、ということがここで透けて見えると、はい、うん、実際どうなのかな、コースでのミスがどうなのかよく分かんないからねでもなんコースは右に外すことが多い気がします。なんかこれね最初のさっきの20球テストの項目ね、だから結構難しいんですよ。こういう安定した環境でのストロークチェックとコースでのミスの傾向っていうのが完全に一致しない場合があるわけだから、この両方の側面から見ないと実態を表してないんだよね、うん、はい、あくまでもデータだけ見ちゃうと あなたはどっちに行きやすいです。でもこれだって素直に見たらさ、あゆみちゃん左に引っ掛けるよねっていうデータじゃん、はいはい、そうすると左に引っ掛けないクラブ合ってるよねって渡されるじゃん、はい、でも私は本当は右にミスしてるんですよねってコメントしてるでしょ。こういうとこよ、はい、なんか結構フェース開きやすいと思ったんですよねずっとこうでもまあその右のミスっていうのはカット軌道っていうのはね、軌道感はあんまり多分変わらないんですね、はい、例えばいや俺今日ちょっとインサイドアウトに振ってるわとかないんですよ、はい、でもフェースのちょっとしたこうオープンとかクローズとかっていうのはわずかなことでできるので、例えばちょっとこれ切れるんじゃないかなとかと思うと手の外でキュッキュッってその閉じるのも捕まえるのも逃がすのも簡単にできちゃうんだよね。だからこの軌道はいつも安定して現状だと少しカット軌道なんだろうと、うん、そうですね、これまずでも一つ言えるのはね、あゆみちゃんってドローボールヒッターじゃん、はい、そうですね、鉄板ドローボールヒッターじゃん、はい、そうですねでその軌道とこのパターのストロークっていうのはちょっと似てる人もいっぱいいるんですよ、はい、だからなぜこういうふうにカットなのかなっていうのは不思議じゃないですよ。多分そういうふうに練習した時期があるのかなっていう、ストロークをこういうふうにやった方がいいとか あったような気がします。でもあんまり記憶にはない。あ、もう体に定着してるからねなんか俺ちょっと分かんないですよ、分かんないですけど、それこそスイングにおいてのテーマっていうのは、まあ、ナチュラルというかさ、あゆみちゃんにとってのやりやすい動きっていうのが、うん、はい、今のこう取り組んでるテーマじゃない、はい、じゃあパターンにおいての私のナチュラルっていうのが、うん、今現状これが本当にそうなのっていう風になってくると、もしかしたらそうじゃないかもしれないよね。だからあんまり形としてこれがベストだっていう風にやるよりは、今のこのパターのストロークってもしかしたら作られて自分の体にすでに定着してるものなのかもしれないっていう、そういう可能性も考えられるよね、かもしれない、かもしれない、かもしれない。だからここはね、あくまでこれがいいストロークですとかっていうゴール設定をしても意外と そういう結果にならないこともある、はい、うん、でその後の項目フェースアングルだって、まあ、この辺はだから10球のその動きの安定感っていうところなんだけれども、座標から見て一応安定はしてると、10球連続同じような動きはしてますよと、うん、はい、うん、でテンポ、まあ、テンポに関してもいいですね、リズムに関してはとてもいいと思います。で一番個性が大きいのは軌道だよね。ここまでアウトサイドからこう来てると思ってなかったですね。そう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 、アウトからまず来てるっていうのと、うん、アッパーブロー量が比較的少ないっていう点が特徴じゃない、うんうん、だから今のカットから来てるのが、うん、もし仮にカット量が減って、感覚的にはストレートっていうのはインサイドアウト方向にこう振ってくるわけじゃない。でプラス今のこの入ってくる角度もアッパー量あるんだけど、アッパー量もちょっと足りてないじゃん、うん、そうすると単純にこのカットなのを少しストレート方向にするってことは、フィーリングとしてはインサイドアウト方向に動かしていくことで大きな変化が生まれるかもしれないと。でさっきぐらいのカット軌道とフェース向きだとボール絶対まっすぐ転がんないんですよ。あ、そうですよね。まっすぐ転がんないでしょ。いや転がんないんで、本当になんかパターの転がりがイメージできないですね、うん、なんかやっぱ練習してても。そうだよね、うん、だから一応さ、みんなこう線を置いてこう打つでしょ、はい、うん、はい、その線がまっすぐ転がるぐらいっていう風に一応決めてると、あんまり極端なアウトサイドイン、インサイドアウト軌道にならないわけじゃない。でそのあたりを目標にして日々の練習は、例えばこの線がまっすぐ転がるようにとかっていうことを練習すると、はい、僕はいいと思います。あ、はい、でそうすると単純に今のカット軌道がもちろんストレートに近づくし、うん、それっていうのは一応フィーリングとしてはインサイドアウト方向にこう舵を切ってるわけでね、はいはい、そうすると入射角もアッパーになることが想像できる、うん、はい、いろんな今の項目がパラパラパラっとこう良くなることがなんとなく想像できるじゃん。だからふわっとこうインサイドアウト方向が私にとって今やるべきことなんだなぐらいのことだよね、はいはい、でそれができた後にもう一回このテストをやってはい、今度はメンタルというかね、今の技術をどういうふうにコントロールするかみたいなところをできればいいですね。一応5球連続入るような集中力というかね、はい、ゾーンを作っていくこともできるんだけども、はい、ちょっとばらつきもあるゾーンもあるでしょ、はいはい、この辺はね、まあ、これから例えばテストに行くときには 70% ぐらい、
なんかだいたい50球のテストだったら35球ぐらい丸がつく状況だったら結構な確率でまっすぐ打てるって言っていいんじゃないかな、はい、そう思います。はい、どうですかゆみちゃん、もう自分が思ってたのと全然違ってたっていう、なんか本当にアウトサイドに、うん、そんな打ってたっけってありますし、ハンドファーストで当たってないと、ああ、はい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 、自分の中ですごいハンドファーストで当ててるつもりだったんですよ、うんうん、全然なんかあ違うんだ全然違いますちょっとびっくりします全然違いますね、はい、そうそう、なんか最終的にはいい転がり方をすることが目的じゃない、ね、はいはい、だからショットがああいうシャロードローボールヒッター系のプレイヤーだとすれば、はい、それを踏まえたパターって言ったら、はい、ちょっとこういう方向になるのはパターは分離して完全に切り分けてやってたからこうなったのかもしれないなと思います、はい、かもしれないですね。まあ、基本は違うんですよ、はい、基本はショットとパターは違うんだけどね、はい、傾向としてはドローボールヒッターはそっちの方向になりやすいし、はい、なんかカットの人はパターもカットになるみたいな傾向はあるんじゃないかなっていう気がします。なんか今ふと思い出したんですけど、その韓国でパターの先生に1回見てもらったことあるんですけど、その時バックスピンしてるよって言われたんですよ、ボールが。ああそうかも、なんかこう前にちゃんと転がってない、パターでバックスピンしてるってどういうことと思って、うん、すごい言われたことあって、すごい言われました、はい、この時もこうやって言われたかもしれない。これねバックスピンしてますね上がりながらちょっとバックスピン入ってますね、はい、か距離感が合わなかったんですよ、ロングパットの距離感がすごいその時は合わなくて、うん、その先生にロングパットが合わないって言ったら、これ合わないよって言われました、うん、こんなボール打ってたら合わないよってそうね、でも、まあ、極論毎回これでやったら合うかもしれないですよねだって青木功さんだってすごい上手なわけじゃない、うんうん、はい、だから球の回転イコール距離感が合わないじゃないんだけど、どの状態で安定させたいかっていうと、別にこの状態を望んで作ってるわけじゃないっていうことなんだよねいや全然望んでなかったですこうなってるなんて想像してなかったです、うん、はい、まあ、でもこれヒントにしてさ、これからの練習に生かしてやっていきましょうね、はい、はい、生かしてやっていきます、はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。